最高評議会を開会します。今日の議題は例の軍部から提出された帝国領への出兵案の可否についてですが、議長ジョアン・レベロ君。財務委員長として一言申し上げたい。妙な表現になりますが、今日まで銀河帝国と我が同盟とは財政のかろうじて許容する範囲で戦争を継続してきたのです。ですがそれももはや過去の話となりました。どういうことですかな。この上戦火が拡大すれば国家財政とそれを支える経済が破綻するということです。紙幣の発行高を増やすというのはどうかな。財政の裏付けもなしにですか。何年か先には紙幣の額面ではなく重さで商品が売買されるようになりますよ。歴史的インフレーション時代の無能な財政家として後世に汚名を残すのはごめんこうむりたいですな。しかし戦争に勝たねば何年か先どころか明日もないのだ。では戦争そのものをやめるべきでしょう。ヤン中将のおかげで我々はイゼルローン要塞を獲得し、帝国軍は我が同盟に対する侵略の拠点を失ったのです。今こそ有利な条件で講和条約を締結する好機と言えるでしょう。違いますかな。おいおい、あんまりやりすぎんなよ。財務委員長はそうおっしゃるが、これは絶対君主制に対する正義の戦争なのだ。不経済だからといってやめても良いものだろうか。私もそう思う。経済的な問題は内政努力でなんとかなるはずだ。人的資源委員長として言わせてもらうと、経済はともかく人材の問題はもはやどうにもならないところに来ている。優秀な人材が軍事方面に偏りすぎているんだ。民間には老人や若年者しかいない。このままでは同盟の社会構造はガタガタになってしまう。戦争どころではない。あんたもなかなか言うじゃないか。まあね。人的資源委員長のおっしゃることもよくわかる。だが国防にとって今が正念場なのだ。一人でも人手が欲しい。しかし国防委員長、これ以上市民に犠牲を強いるのは民主主義の原則にも外れるんではないか。市民は負担に耐えかねてるんだ。そんなことはありませんわ。専制政治を倒すのは我々の大義です。それを理解しようとしない市民の利己主義に迎合する必要などありません。そもそも犠牲なくして大事業が達成された例があるでしょうか。その犠牲が大きすぎるのではないかと市民は考え始めたのだ、ウィンザー夫人。どれほど犠牲が多くとも、たとえ全市民が死に絶えてもなすべきことがあります。それは政治の論理ではない。私たちには崇高な義務があります。銀河帝国を打倒し、その圧政と脅威から人類を救う義務が。安っぽいヒューマニズムに陶酔している暇などないはずです。どっちが陶酔しているんだか。ここに資料があるんだが、スクリーンに注目してくれんか。こいつは我が評議会に対する一般市民の支持率だ。下がる一方で一向に上がる気配がない。一方こちらが不支持率だ。残念だが天井知らずだ。このままでは来年早々の選挙で過半数を割ることは確実だ。ところが試算によると、ここ100日以内に帝国に対して画期的な軍事上の勝利を収めれば支持率は最低でも 15% 上昇する。軍部からの提案を投票にかけるべきですわ。賛成だ。待ってくれ。我々にはそんな権利はない。政権の維持を目的として無益な疾病を行うなど。まあ綺麗事おっしゃる。女が頼むから短期起こしなさんなよ。では評決に入ります。軍部からの帝国領侵攻作戦の案に賛成の諸君の起立を求めます。賛成多数により、ここに自由惑星同盟最高評議会は同盟軍の帝国領内への侵攻を決定いたします。すまんな、一人。